南進する曹操軍を迎え撃ったのは劉備の軍師諸葛亮だった。記載の名の通り、諸葛亮は巧みな策を巡らすが、曹操の知望と曹操軍の優勝の働きがそれを打ち破る。敗れた劉備軍はさらに南の長範を目指して逃走する。ゆくゆくは孫武と手を結ぶつもりなのだろう。とすれば、劉備は長江に出て水路で呉へ向かうに違いない。劉備、やつは今のうちに倒しておかねば。いいか、決して劉備を逃すな。のみが力ではありません。勝負ということか。よかろう。この敗北も策のうちです。敵将討ち取ったり。我らも遅れを取るな。敵動員部隊が到着。合流させてはならん。撃
としても追いつき、劉備を倒せ。敵もなかなかやりよう。油断するな。敵将討ち取ったり。復興のため、ここは引く。